大気ハウジングアイハルと申します。音声で案内をさせていただきます。当該物件は秦野市曲がり松2丁目の貸店舗事務所星水ビル201号室です。正面に見えるは小田急線渋沢駅線路沿いです。距離感とすると徒歩1分と書きたくなるんですが、駅舎の関係上徒歩4分となりました。結構交通量の多い通り沿いの部分ですね。店頭2台駐車あって1階2階と分け合っております。これ2階賃貸時に関しては1台分駐車場込みとなります。このスペースなんですね。建物の向かって正面見て左側の階段、今シャッター見えてが少し上がってですね、給湯がプロパンガスで供給されております。ガス線はね、後ほど紹介しますけど、私が見る限りはちょっとね、供給見えておりませんでした。立地感とかも視認感的にもね、なんせ小田急線の横でございますからね、あんまりカビな看板はやめてくださいってことを言われております。1階2階の駐車場スペース見えておりますね。飲食は不可です。業種だと使用用途に関しても1階がオーナー様のご自宅ということもありますからね、ある程度ご相談しながらという形になります。病院とか治療院とかがいいのかななんて思ったりもします。さあ下の階段上がり、1階の階段上がりましてね、ストレートタイプの階段です。正面見ますと現状スケルトンのお部屋、約面積的には98平米、29坪前後のスペース感ですね。下にはカーペット敷かれております。このね、半円形の部分の感じもね、おしゃれな感じ感でございます。こちらね、鏡、ミラー、ガラスですね、4枚しっかり入っていて、この辺あたりもおしゃれ感を演出しております。位置関係、上から側で余計渋沢駅からすぐ近い駅のホームからもこの建物が見えるというような視認性の良さというのがね、この物件のパンチラインと言っていいと思いますね。広さも十二分だと思います。以前はね、いわゆる、お子様を預かるような教室があったそうです。ただね、先ほど言った1階がね、ご自宅なんでね、あんまりうるさいのやめてほしいなということを言っておりました。キッチンです。ガス見えませんけど、給湯はプロパンガスで供給されています。鉄骨造りの12年築ですね、という形になっております。12年の12月築ですね。現状スケルトン、壁の部分に関してもそのままにしておりますので、この辺もご相談をしていただければと思います。こういう形で使いたいということも含めてという形ですね。さあ建物方向ずっと歩んでいきまして、今ちょうど中間部分、向こうの道路側から道路反対側のこの広さ感ということでね、伺い知れるのではないかなと思います。上部のエアコンがこれ2つあります。こちらと向こうがね、残置物扱いということをご了承いただければと思います。設備ではございません。途中で1台足したんだなってことが分かりますね。こんな感じなんですね。2台エアコンも完備です。照明はついております。さあ道路と反対側の方に歩み進んでいきましょう。消火用のね、いわゆる非常ベルもここにしっかりついております。さあこちらが線路側になります。二重サッシになってますね。音の関係配慮してこういう形をしていたんだなってのがよくわかります。よいしょ、ちょっと開けさせていただいて、曇りがらシステムね、寺を開けらシステムになっております。線路とね、今踏切の距離感もこの距離感ですからね、小田急線の方がしっかり当たっていただける。この駅の近さ感もあるから、やはり病院とかね、治療院とか事務所というのはいいんではないかなと思います。事務所がいいという話はですね、近隣にコインパーキング、月決め駐車場があるということもね、駅近いこともありますからね、その辺一つになってます。上部アンペア、現況は40アンペアになっておりました。この辺あたりもね、入居者自体のご相談という形ですね。あくまでも現況有形有資による賃貸借という形になりますね。契約期間は3年基軸という形になります。さあこれネットの関係もこれで通ってますね。2つね、線が見えておりました。さあ逆側に見ながら、線路と反対側、電車が走った時の走行音、下も開いてますけどね、このぐらいの音感です。さあ逆側に関しても二重サッシになっています。開けたのは正面側に駐車場が見えております。この駐車場、私もね、当日現地行った時に利用させていただきましたけど、時間貸しの駐車場、月決め駐車場、月駐車場はここ以外にもありました。建物すぐ近隣にもありますんで、先ほどの病院治療院ということになった場合でもですね、その辺の優位性があるかなと思ったりもします。
ちゃんと閉めさせていて、カーテンレールもね、そういう形です。あ、カーテンレールなかったかな、ごめんなさい、お詫びして訂正します。さあスタートスプーンに戻りまして、玄関正面にあるのが洗面台と、そしておトイレという形になります。正面ですね、これ通常の洗面台、手洗い用という形のものが一つ入っておりまして、仕切りない形で向かって左側、ごめんなさい、右側に関しては換気扇を混んで窓もある、道路側の窓なのかな、あ、これは線路側になりますね、失礼しました、洋式トイレという形ですね。この辺あたりも、まあ、過不足ない形の十分なシチュエーションだと思います。まあ、当然この辺も変えながらということにもなるかもしれません。さあ渋沢駅徒歩4分、駅のホームから見える森林性の高い物件、塾、事務所、治療院などぜひいかがでしょうか。秦野市曲がり松2丁目の賃貸店舗事務所の腰水ビルでございました。物件の詳細に関しては当社ホームページご覧いただければと思います。概要欄にタグを貼っておきます。この物件のお問い合わせ等に関しても大事ハウジング小田原でお受けいたします。この動画チャンネルでは賃貸売買関わらずいろんな物件ご紹介をしております。ぜひね、おすすめ、いいねボタンよろしくお願い申し上げます。